アルバのベンハミン・ビサーリはアルゼンチン・コルドバ州エトルリア出身のサッカー選手。現在は無所属。ポジションはゴールキーパー。イタリア国籍も保持している。母国のラシンクラブでデビューし、1999年7月1日にスペインのレアル・マドリードに移籍した。元ドイツ代表のボド・イルクナーに次ぐ第 2GK の座を当時18歳で後に、 スペイン代表となるイケル・カシージャスと争ったが、結局カシージャスがイルクナーを差し置いてレギュラーまで上り詰めたため出場機会は皆無だった。2000年7月1日にセサル・サンチェス・ド・ミンゲスと入れ替わる形でレアル・バヤドリードに移籍。当初は政治意だったが、2001年はリカルド・ロペス・フェリペにポジションを奪われた。 リカルドがマンチェスターユナイテッド FC へ移籍した2002年からは、レギュラーに返り咲き、2002から03シーズンと2003から04シーズンは2年連続でリーグ戦全試合に出場したが、2003から04シーズン終了後には、セグンダディビシオン降格が決まった。2シーズンをセグンダで過ごした後、2006年7月2日には、プリメーラディビシオンに昇格したばかりの、 ジムナスティック・タラゴナに移籍した。しかし2006から07シーズンは位に低迷し、わずか1シーズンでのセグンダ降格が決定した。2007年6月25日には、イタリアのカルチョ・カターニアと1年契約を結んだ。シルビオ・バルディに監督の下で、チーロ・ポリートの控えとして、ほとんどの試合をベンチで過ごしたが、2008年に契約を1年に延長。 2008から09シーズンには、元イタリア代表守護神でもある、ワルテルゼンが新監督のもとでポジションをつかんだ。シーズンを通して、ハイレベルなプレーを見せ、ゴールドットコムが選出する、週刊ベストイレブンでは、リーグ最多の選出回数を誇った。しかし、シーズン終盤には、契約を延長する意思がないことを明らかにしたため、控えに降格。 若手のトマーシコシツキーにポジションを奪われた。カターニャとの契約が満了し、2009年7月18日に移籍金なしで SS ラツィオに移籍した。背番号1を与えられたが、ウルグアイ代表のフェルナンド・ムスレラとトンマーゾ・ベルニに、次、ぐ、第 3GK に甘んじ、クラブはセリエ B 降格の危機に立つほど成績が低迷した。一方、ヨーロッパリーグでは試合に出場し、 二勝二敗の成績だった。ムスレラが退団した2011年からは、同年にカリアリカルチョより加入したフェデリコ・マルケッティの控えを務めていた。2013年9月2日、ジェノア CFC へ移籍。しかしマッティア・ペリンの後陣を廃止、リーグ戦一試合の出場に止まった。2014年8月28日には AC ・キエボ、ベローナに加入。二年間で、 リーグ戦63試合に出場した。2016年7月1日、1年残していたクラブとの契約を解除した。2016から17シーズンよりセリエ A に昇格したデルフィーのペスカーラ1936と2年契約を締結。レギュラーとしてリーグ戦29試合のゴールマウスを守ったが、クラブは1年で降格となり退団した。 2017年6月24日、ウディネーゼカルチョへフリーで加入した。ウディネーゼ対談後の2018年7月16日、ホッチャカルチョと契約。2018から19シーズン後半は、ピエールイブヌガワとのトレードで AC ペルジャカルチョへローンとなった。1999年には、アルゼンチン代表の控え GK として、コパアメリカ1999に招集された。 ただし、試合に出場した経験はない。ありがとうございます。